私今日さ、あった。こんばんは、ごめんなさい、ギリギリで。ちょっとすみません。大阪市チョコありがとう。こんばんは。いや、写メ帰りました、ありがとう。みつあみかい。みつあみにしてやられました。ちょっとご飯食べてて、配信できそうって思ったので。配信しました。なうん、あのね、串焼き屋さん食べました。串焼きめっちゃ美味しかった。なんかさ、めっちゃ食べたのにさ、なんでこんな罪悪感ないんだろうね。今日楽しかった。え、嬉しい、ありがとね。まさか満喫します。満喫できる、もうできないけど、串焼き屋さん、そう、串揚げじゃなくて串焼き、揚げてないものを食べました。ちょっとね、ちょっとヘルシー、気持ちヘルシーです床焼き食べれてないの、床焼き食べたいのにさ、そう、床焼き食べれてないですよ。でも明日奈良に行っちゃうから、もうたこ焼き食べれなそう。あの、あれなんだっけ、あの大阪の公演ありがとうございました。そう、来てくれた皆さんありがとうございます。本当に大阪ね、結構なんだっけ、最近やってた出張公演の中では結構ギュッと小さめの会場で、そうなんですよ、割とギュッとなってる会場で楽しかったですね。それもでもさ、出張公演なんかね、客席がそんな見えないんですよ。本当に前の方は見えるんですけど、後ろの方があんまし顔が見えなくて、で、恋愛サーカスあたりでなんか明るい照明になってやっと見える。恋愛サーカスも微妙かな、ちょっとね、そう、暗めの照明なんですよ。そうで、オネストマンでも完璧に見えるって感じです。ちょっと暗いのかな、なんかね、照明もね、なんだっけ、出張公演仕様になってるんですよ。まあ、当たり前か、劇場とまるっきり一緒ではなくて、寒すぎかも。お見送りあるよ、お見送りある、お見送りあります。そうなのよ、劇場と違うのよ。うちは持ってた方が分かりやすいね、分かりやすい。ペンライトがマジで一番わかりやすいかも。ペンライトでまず探すって感じです。え、てかさ、みんなあれ席選べないじゃないですか。選べないのにさ、私のファンの方めっちゃ下手にいるんですけど、みんなすごいね。うん、いいね、私下手が多いんですよ。え、ペンライトとうちわがあればもう絶対です。今日最善で見てました、楽しかったよ、あゆみいい顔でした。え、嬉しい、ありがとう。ペンライトがマジで一番わかります。ペンライトが本当に一番わかるよ。あ、壊れた。あやみ好き、嬉しい、あやみ呼びキュンあやみ、あやみです。あやみっていい名前ですよね。あやみ好きです。何も持たない方もでも確かに結構いらっしゃいます。その場合は私が頑張って言っつけますね。あ、でも事前に座席決まってると思うので言っていただけたりすればわかります。そう、でもメンバーから気づいてもらうには まずはペンライトがあるとすごいわかりやすいですね。で、私はエリーちゃんと色が一緒
エリチが黄色青で私が黄色水色なので、たまにねどっちだろうってなるときあります。そうそう、ペンライトが本当に一番気づく。なんなら私は水色黄色が私しかいないので、そう誰ともかぶってないんですよ。なのでね、めっちゃ分かりやすいです。え、私夢に出てくるの？来たよー、だってありがとう。久しぶりに夢のパフォーマンス見れてやっぱすごいなって感じた。嬉しか、嬉しい、ありがとうね。うちは光らないタイプなんだけど、ペンライト持ってたらちょっとは見えるのかな。あー確かにね、頭いい、ペンライトで光らせるってことか。確かにちょっと見やすくなるのかな。大阪はそんなに寒くない、東京と同じくらいです。東京と同じ、あんま変わらない気がする天候。悩み一人部屋です。髪型はもうね変わっちゃったんだけど、たこ焼きさんしてました。悩みだよ、ありがとう。エリちゃんからのレッスンのたびにごめんってなる。そうよね。この前さ、あやりうちわ持ってくれてる人がいてさ、あやりってあやみ、あやみのあやとエリーのリーであやりって言うんですけど、でもエリーちゃんはそう、私のなんだっけ、なんだっけな、なんだっけ、なんか忘れちゃった。私のペンライト、あ多分黄色と水色だけど、でもあやりって持ってくれてるし、え、なんだっけ、なんか忘れちゃった。そう、でもそうなの、分かりづらいんですよ。でも大体自分ペンライトだけ見えた場合はちょっと迷うけど、自分のあのそのペンライト持ってる方の顔が見えて、あ、これ多分エリーちゃん推しだなとか、そう分かる。タグ長うちはやばい、一番あのなんだっけ、第一番だよ。あやまなじゃなくてタグ長ね、タグ長最高。なんかもっとゆっくり喋りたいね。なんでかって明日がゆっくりだからです。え、大手屋のおすすめ、あ、ちょっと待って、会場の最高列とかぶっちゃけ見えてますか？ね、会場にもよるんですけど、出張公演は結構縦長じゃないですか。そう、縦長なんですよ出張公演。でもだから劇場とかだと見えてることが多いんですけど、出張公演だと本当にはっきりは見えないかも、顔一番後ろと肩とかは。でも今日の会場はギリ分かったな。え、あゆみの声めっちゃ好き、お前嬉しい。ゆりちゃんとあゆみを推してる私は色似ててめっちゃ助かります。そうだよね、逆にね。あゆみちゃんレッスン上手すぎて幸福です。本当ですか、嬉しい。でも最近あやり、あや、私とエリーちゃん推し多い気がする。上映ました、特に女の子が多いかな。あ、写メ会1月撮れたよって、ありがとう。ツーショット会の画像使ってくれてありがとうございました。あ、こちらこそだよ、ありがとう。レスの仕方似てる、嘘、私とエリーちゃん本当に似てるか。でも似てるかもね、確かに。エリーちゃんもめっちゃレスするイメージ。え、な、そうね、ありがとうね皆さん、本当にシャンメ会と今回はやっぱなかなかアルバムということもあってたくさんね申し込み、ちょっと待って、申し込みしづらいかもしれないですけど、わ、誰だろう、タワーカモちゃんかな。守護神さん、守護神さん、クマ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 タワーありがとうございます。クマありがとう、ありがとうございます。
そう、あのね、やっぱ握手とかさね、ずっとこうやってギュッてできるけど、ワンショットはね、でワンショットもなんかね、そうまとめのあれがいろいろ載ってるので、この前ユーバースには載せたんですけど、またメールとかにも送りますね。ぜひ明日で完売出たらいいなってちょっと思っているんですけど、まあ難しいね、難しいですよね。そう、え、思った、幕張多いよね今回。そう、幕張多いんですよ、みんな横浜の方が来やすいよね。いやでもね、握手より話せないことはないと思う。そう、ないと思うの。だからみんなぜひ、でもね本当にたくさん申し込んだよって方がね、そうたくさんいらっしゃって、だから今回はまとめてが結構申し込みづらいのかなって思ってるます。そう、あでポーズはなんかあのブログにメンバーへのポーズのなんか希望はご遠慮くださいみたいな書いてあったんですけど、さすがにそれは大丈夫だと思います。そう、大丈夫だと思う。え、写真会って結構話せますよね。そう、まとめだし、そうだからもしまとめるなら、いやいやってかあれかもしれないけど、オンラインとかは多分いつも通りだと思います。なんならオンラインは、まあ、今回ちょっとアルバムでちょっとあれのところも本当にね申し訳 あるんですけど、でもアルバムでオンラインだけど、まあ、ワンショットは必ずついてくるっていうのと、ツーショットはツーショットはじゃなくて、サイン会は抽選で、あの絶対じゃないけど抽選がついてきて、でワンショットって伸びるんですよ、ちょっと秒数が。ワンショット当たったことある方は分かるかもしれないんですけど、ワンショットはそう、ちょっと秒数が伸びるのでちょっとだけ長くなると思います、いつもよりも。うん、そう、いつもの秒数がワンショットを削られるっていう感じではないです。シンプル抽選なしでワンショット、抽選でサインはお得よそうそう、そういうこと、抽選なしでワンショットが取れて、抽選ありでサイン会みたいな。そうだから結構あの今回のオンライン全部ワンショットなのか、泣き泣き泣きみたいな方とかいらっしゃったんですけど、そう私ね、そうウィバースでそう書いたのがちょっと伝わりづらかったかもしれないけど、いつもさサイン会とワンショット写真会ってあるじゃないですか。全部ツーショット写真会で必ずワンショットがついてくるみたいな、なんかこれ伝わりますかね毎回いつもさ10枚だけ、最大で10人が毎部当たるんですけど、それが全ての部あってワンショットは絶対必ずついてくるみたいな、だから全てワンショットの部みたいな感じなんです。え、なんかさ、え、なんかやだね、セールスマンみたいな急にお得な気がしてきて、やばい。いや、そういうわけじゃないの、そういうわけじゃないんですけど、あの、なんて言うのなんかやだ、言い方、え、なんかじゃそういうわけじゃないですよ。まあでも、そういうわけでもあるが、だって来てほしいもん来てほしい。私は結構、今回のためにあのドボンもそう出ないって決めた、会ために決めたっていうか、ちょっとあれかもしれないけど、結構握手会が大好きなので、そうなんか自分はここで頑張らないとなっていう、結果を残さないとなっていう気持ちがあるので、そう、アルバムですけど、そうなんですよ。え、そう、まとめだし15枚したらさ、15枚全連続で取るってことなのかな。でもそうだと思う。ありがとね。でも本当にみんながたくさん申し込んでくれてるのは知ってるんですよ、本当に。いつもね、そう毎回いつもね、それは分かってるんですけど、なんかその相談とかをやっぱした時もね、でもやっぱそう目に見える数が大事ですよね、やっぱ絶対に。
でもね、そう分かってるんですよ、いつもたくさんの人がね申し込んでくれてるのは。まあでもでもでも私はやっぱここが頑張りどころって頑張るぞって決めたので、いっぱい宣伝とか頑張ります。そう、握手ね、みんなさ、お友達といつも来てくれたりするじゃないですか。握手じゃなくて写真会はさ、連番してもう楽しめるよね、きっと。どうなんだろう、連番したらどうなるんだろうね。え、でもさ、めっちゃ楽しそうじゃない、お友達と一緒にね、そのポーズしたりとか。彼氏さん連れてきてくれるの、エミの震災なんか心配、大丈夫だよ。でもいます、カップルで来てくれたりとか、夫婦で来てくれたりとか。ねえ、みんな呼んでください、友達。そう、結構後からっていう人も、もうメイクさ、もうすぐ落とすのにさ、あの後から申し込めばいいやっていう方もいるかもしれないんですけど、やっぱね、勢いづけたいですよね、最初に。ね、会いたいよ、みんな。元気か？いい？元気かい？え、てかさ、待って。え、あ、この前のさ、東京ファミから私、え、この前の東京ファミからさ、やってなかったよね、ショールーム。え、そうだよね。なかったですよね。え、そうだそうだ、東京ファンミンもありがとうございましたね。みんななんかいろんな複雑な気持ちとかあったかもしれないけどね、そう、握手会があるってさ分かってたからさ、私もちょっとあれだったんですけど、でもね、楽しくお話できてすごい嬉しかったです。そう、そう、途中でさ、あのさ、途中で泣いちゃったのは、そう、全然ね、そういうことじゃなくて、なんかみんなが泣いてくれたりとかしてると、なんかそれがつられて泣いちゃったりしちゃったんですけど、でもそういうわけ、そう、心配かけちゃってごめんなさい、そうわけじゃなくてね。でもまたなかなかさ、落ちて上がるって結構難しいことです、難しいことじゃないですか。でさ、もちろん17、18、19期ちゃんもだし、20期生の皆さんもね、来ると思うので、すごい難しくなってくると思うんですけど、でもなんかさ、やっぱあえてみんなの悲しい顔っていうか、みんながなんか悲しいとか通り越して怒ってくれたりとか、怒ってくれてたりとかする、ああいう姿を見ると、やっぱ選抜に入りたいなって思います。すごいね、なんか自分の中では選抜に入ったこともすっごい嬉しかったし、選抜として活動してる時間もすごい楽しいし、もちろん選抜で入れるならずっといたいですけど、でもなんか選抜に入る前と入った後で気持ちがちょっと変わったというか、本当になんかこの今アイドルで入れることがすごい楽しいなって感じる瞬間がすごい多くて、なんかそれは公演とか握手とか選抜じゃないあの活動の時にもウィバースやったりとか、なんかね、そういう瞬間とかも、でもアイドルでいられるその瞬間が楽しいなって思ってたから、なんかこれって選抜とかって関係ないだなって思ってたんですけど、でもやっぱみんなのそういう姿とかを見るとね、やっぱり入りたいなって思うし、今回のさ、あのアルバムとか、いや全然そういう真面目な話だけど、真面目な話じゃないです、あのラフに聞いてください。そう、アルバムとかだから、何
歌番組とか全国ファンミとかあったら多分私出れないじゃないですか。またみんなとね一つ全国ファンミとかもすごい楽しかったからさ、ねえまた一つみんなと会える機会が減っちゃうのが寂しいよね。それが、なので次のシングルで戻れるように頑張ります。ね、でも嬉しかった同期の。やっぱさ、なんかりんちゃんとかくるみとかさわさんもだけど発表されてる瞬間を見てさ、なんかあの時に私はなんかああいう発表があるとね自分のファンの方の顔を見れないんですよ。見れなくってさ、どこ見たらいいのか分かんないんですけど、まあ、もちろんくるみたちが嬉しいのあるしと同時に悔しいなとか、ファンの方は今どういう気持ちなんだろうって思っちゃうんですよね。でみんなの顔が見れなくって見たら泣いちゃう気がして、泣いちゃうとか申し訳ないなって。でもこういう気持ちをずっと味わってきた、ね、くるみもりんちゃんもだしさほさまだし、これをずっと味わってるんだな、味わってきたんだなって思ったらね、なんかやっぱそう考えたら素直に喜もう嬉しかったですし、あの3人のねアルバムのリード曲、そうそうね、いや16期ね全員で入りたいよね、本当に全員で入りたいです。そうなんですね、握手の予定ができたっていうのが嬉しいですね。そう、あの日も握手会も本当にありがとうございました。まとめ出しもズッキーとのレーンもたくさんの方が並んでくださって、ちょっと時間やばいよね、たくさんの方が並んでくださってめっちゃ嬉しかったです。ありがとうね。もうあと4分くらいだ。あやみずきれん良きだった、嬉しい嬉しい嬉しい、楽しかったですね、楽しかったよね東京ファンミ。また会いに来てね、いつか。時間済むの早いね。ね、今日は移動からの公演本当にお疲れ様、ありがとう。楽しかった？楽しかった、ありがとうね。遠征してくれてる方もありがとう。握手会かわいすぎて記憶飛んだ、嬉しい嬉しい。ね、そう、すごい来てくれて嬉しかったです。写メ会は髪型は同じかもしれないけど洋服を変えたりとかしたりするところもあります。あ、今日ね朝ねサンタさんがお家に来たんだ。私のお家にサンタさんが朝来ました。サンタさんが来たんだよ私のお家に朝。サンタさんが来たんです。そう、いいでしょでしょでしょ、早いでしょ。そういい子にしてたんです。何知り、やばい早い、そうなんですそうサンタさんが来たんですちょっと待って、ボケじゃないってボケ、うん、ボケかな。サンタさんが来ました。まあまたメールかなんかに言います。でもダメだね、今ショールームで見てくれてる人もいるから。え、そうサンタさんの衣装が来ましたでもされた、でもされないか、さすがにサンタさんの衣装が来ましたねえ待って、あこれさ明日メールで言いたかったのにメールで書こうとしたらなんかさ先に言っちゃったショールームで先に言っちゃった
メールで言おうとしてたのに、なんか言っちゃった。あ、そう、南部からあの X 見てくれたら送ります。ぜひ見てみてください。では、あ、ちょっとランキング読めなそうですけど、ちょっとだけど見てくれた。スピーナさん、なっちゃん、スルキチさん、サイリョウイチさん、タケ、セイチさん、タカノシゴシンさん、桜子ちゃん、カモちゃん、カムイ、ティエルトロさん、アイカちゃん、バラ86さん、ありがとうございます。して見てくれた方もありがとうございました。一瞬だったけどごめんね。また明日もメール送るね。そして明日から衣装展があるので、またそれも明日ちょっとツイートしたいと思います。では握手会、お話し会、ん、握手会、お話し会、写メ会、来てください。おやすみ、いい夢見てね。大好き。出張公演来てくれてありがとう。バイバーイ。